立てたという感じがありますか。そうですね、うまくはあの選手が失敗したり自分が思うようにいかなかったらよく夜間を蹴飛ばしたと、はいはい、いうふうなこと聞くんですよ、で私ウォーリーを投げれというふうなあの激しい監督だったんですよね、ものすごくあの人は燃えるんですよね、なんで監督こんなところで石蹴飛ばしたりするのかなというふうにあの思ってましたけど、監督になりましたその気持ちがね、長嶋監督や柳田さんの気持ちがよく分かりまして、随分椅子を蹴飛ばしました。さあヒットが出れば一打追加点というチャンスであります。バッターボックスは一昨年13本、昨年は17本のホームランを打っている村田。ランナー二塁インコース、あーボールは外、といえばキャッチャーというのは非常に大事なポジションで、一度育てばもう10年はいけるということですが、長嶋さんは山倉を育てました。その後やはりあの一定してませんね。そうですね、まあ、キャッチャーってのはなかなかね、すぐってわけいかないでしょうけど、右へ打球が伸びる伸びる伸びる、ライトファウル、ファウル、そのことじゃもうへこたれませんしね、はあ、あの気持ちが強くなりましたね、体だけじゃなくて、体が強いのはいくらでもいるんですけどね、気持ちも負けずにあの自分で頑張ったという一人の選手ですね、さあ大事な投球です。スネッツ外へ、空振り三振、ガッツポーズ西本、大事に使ってもらえるんじゃないでしょうかね。それからあの先ほどおっしゃったとにかく1球目から行く積極性ですかね。そうなんですね、ですから初回のプッシュでも平気でやりますでしょ、ああいうことも平気でできるんですよ。そういえば中日サイドでは完全に元木の上を行っているというふうに評しているそうですが、昨日のゲームなども見て長嶋さん、ちょっとあの遅れを取りましたかね。でしょうね、まあ、遅れというよりもまだそれだけの、まあ、チャンスを与えられておりませんからね。はい、重心が沈んでボールが浮いていくようなと、そうなんですね、いうことなんでしょうね。さあカモにされましたもんね、ミッションの投手は。そうですね、もう彼が投げると勝てる気がしなかったぐらいですから、中日がなかなか勝てませんでね。そうなんですよ、右中間へ大きい当たり、ライトも追ったダイレクトセンス、徳田が取って二塁へ、浜田が二塁に達したというね、ハウス守備なんですよね。ライトの小原がわずかに前に出ました、打ち上げた、まあ、いってはいけませんね。ああ今のファールしたシーンの割合、今タイミングの合ったファールでしたからね、いいですか、気をつけないといけませんね。この前の対戦は2打数の1安打、